2010年、放漫財政を続けたギリシャの実質的な破綻をきっかけに、ユーロ圏を激震が襲った。危機はギリシャからアイルランドへ、そしてポルトガルやスペイン、ベルギー、イタリア、フランスの債務問題すら懸念されている。一方、需要不足に悩む日米欧は、競って自国通貨を安く誘導する通貨安競争に明け暮れている。その主役はアメリカだ。オバマ政権は輸出主導による景気回復を志向、 FRB は量的緩和策を推し進め、ドル安を事実上リードしている。世界的な金融緩和策によって溢れ出したマネーは成長の続く新興国へ流れ込んでいる。中国は高い経済成長を続けているが、最近の不動産価格や株価の動向は中国のバブル崩壊の始まりを告げているのか。世界金融危機による混乱は今もなおくすぶり続けている。まあ、ギリシャ危機をきっかけにして世界的な国際危機、国債の危機というようなこと、あるいは財政危機が非常にこの取り沙汰された1年でもあって、まあ、世界的にといってもヨーロッパが、はい、もですけど、ヨーロッパはどちらかというと先進国というよりはまだ発展の余地のある国の方が、はい、破綻してしまう、破綻状況の中って、これはちょっと世界的に見てどうですか。まあ、ユーロが投機的な通貨という位置づけなんですよね。うん、でユーロが、まあ、できたで大変結構だったんですが、実はドイツマルクがドイツの外で、当時西ドイツですね、の外で十分流通していたということを背景に何とかやってきたんですけれど、 EU 拡大しましたでしょ。うん、EU 拡大して、で、まあ、新興経済も、EU に加わるということになった。でこういうところはリスクが非常に高いけれど、儲かったら非常に儲かるというところになるわけですね。でその新興国をたくさん網羅することで、ユーロが非常に投機性の高い通貨になってしまう。でその最中で、ちょっとごめんなさい、リーマンショックあったでしょ。でリーマンショックの後で、これは再生のために必要だってんで、ものすごい勢いで資金が流し込まれました、政府から。でそのお金は国内市場の再生につながるはずなんだけど、もちろんそんなことになるわけなくて、国内で回すよりも外に回した方が絶対回転がいいですからね。ですから新たな投機資金需要、投機需要をそれが引き起こすことになってしまう。でヨーロッパ全体、 EU 圏ではまだ需要は停滞しているのに、その投機資金の流れによって見せかけの需要が、ね、作られるような現象がいくつも出てきたわけですね。でそういうところで、リーマンショックの時にアイスランドが破綻しますけれども、同じような変化をたどることになるのはギリシャになって、一旦上がって、で、まあ、バブルが弾けるわけですね。で今度はアイルランドっていう。でそして、まあ、ちょっとこれ見てみましょう。はいはい、ピーグス諸国の財政赤字の GDP 比と。ピーグスというのはポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペインのことですけど、まあ、今ヨーロッパの中、 EU の中で問題になっている国ですよね。はい、ですね。で EU の中では成長率そのものは瞬間風速非常に高いんだけれども、うん、リスクが大きい、で非常に不安定な経済ですね。でそこでそのバブルの過程でそれを脱却しようとすると、財政赤字が異常な数字になってくる。でこれアイルランドもそうなりますね、ギリシャもそうですね。でその最中で国内では引き締めに向かいますから、うん、反政府運動を激化することになるし、対外的にはそれでもこの国の経済ダメだよねっていうことになる。なんでうちの、例えばドイツなんかはうちの税金でギリシャ、アイルランドを救わなきゃいけないのかっていう議論が必ず出てきますね。でそしてそれでできるのかどうかっていう問題も出てきちゃったんですね。というのはここでまだギリシャ、アイルランドだったらなんとかできるかもしれないけれども、うん、例えばイタリアをなんとかできるかというと、うん、本当ドイツが一生懸命ね、うん、頑張っても支えられる、うん、ということにはならないだろうという、うんうん、で基本的には需要が低い中で投機資金の流れが異常な、まあ、ベルギーでも異常な数字が現れましたけど、うん、その爆弾を抱えた状態が続いているということですね。これはEU の制度的欠陥なんですか。EU がユーロが間違ってたと思わないんですけどね、うん、無理もないし攻めることもできないんだけど、 EU の拡大、加盟国の拡大と、はい、それとユーロの導入も同じ時期に行われたでしょう。うん、で結果的には EU 加盟国の中で経済力が極端な格差が出てきちゃうんです。うん、で弱いところがダメだということじゃなくて、弱いところって投機に美味しいんですよ。うん、でおかげでユーロに向かっていくお金の流れというものが性格が全く変わってしまったと思います。高橋
まあ、今 の、 まあ政治学的な説明なんで、私はちょっと国際経済学の方から説明すると、まあユーロっていうのは入るとですね、実は市場が広、帰った国にとって市場が広がるっていう意味があるんだけど、一方でマクロ経済政策のうちの金融政策ができなくなるってデメリットがあるんですよね。だから結局どういう国が入った方がいいかってことは、これは結構有名な研究がたくさんあって、はっきり言えば市場が国の動きがユーロ全体と連動しているとか、あと市場が非常に柔軟だとか言って、そういうので何個か条件があるんですよ。でそういうのから思うと、ギリシャって全然その条件に当てはまってないから、単純にだからほとんど最初からこれは無理じゃないのってみんな思ってた。でそれが最初入るときに裏口入学でちょっとこっそり入っちゃったね。でオリンピックかなんかで調子よかったなんか、まあ、隠してたんだけど、それで出ちゃったと。でもともとギリシャっていうのは破綻すごくする国なのね。過去200年間に過去200年間で破綻確率って 50% なの。これはもうちゃんとした国際企業でデータがあるんだけど、2年に1回は大体破綻してる国だから、破綻っていうのはデフォルト、国債のデフォルトっていうことですか。だからその意味では10年間破綻しなかったのがみんなすごいなと思ってたぐらいだったんですね。もう全然ユーロの条件とずれてるし、どこがいつ話になるのかっていう話が出ただけですね。菅さんは参議院選挙の前にギリシャ見てください、日本もあんなふうああいう再生破綻このまましたって言ってたじゃない。ギリシャって、ね、あれは間違いない。間違いない。だから公務員が実は4分の1 25% 公務員なんだけど、その公務員の給与って民間の人が5割増し、これ破綻しない方がないですね。あとね、年金はねものすごいむちゃくちゃ、ほとんど退職した時に現役の給料同じだけもらっちゃうんですよ。これあっという間に同じね。だからそれ破綻するに決まってます、うん、私は実は年金のアクチャリーとかそういうのやってるんだけど、どっからどう見てもすぐ破綻する国ですわね、うん、大塚さん、私もそう思うんだけど、まあ、ギリシャとかアイランドとかの財政破綻と日本の財政状況というのは、これはあんまりこう比較しない方がいいと思うんだけど、どうですか。比較はしちゃダメです、うん、でただ日本の財政状況についてはさっきも、ね、いろんなご意見ありましたけど、今よりも改善しなくてはならないことは事実なので、まあ、そのことは区別してちゃんと本当はお話しなきゃいけないんですが、確かにその点ではさ、ね、選挙の時に、ね、ギリシャでそうそうそう、あれはね、さ宮崎さんからも話だったけど、実際には確かに債務の状況っていうのはね、大きいことは事実だけども、じゃあその国債どこの国を持ってるかって、日本はほとんど持ってるわけだし、うん、そういう特徴と違いもあるわけだよね、うん、それを極端な形であんなふうに言うとね、うん、全然私はもういやだからそこは、ね、分かるんです。菅さんが財務大臣になった直後に G7 についてこいっていうんで、私一緒行ったんですよカナダに。でその時に菅さん初めて G7 出て、ちょうどギリシャの、こう財政破綻の真っ最中だったんで、ガイトナーさんとカンさんだけは蚊帳の外 で、 でもうヨーロッパがもうギリシャの話ばっかりしててですね、で大変その強いインパクトをカンさんは受けられたのは事実だと思うんですね。でそれ以降財務省の皆さんがおそらく頑張ってる、これはこう、まあ、すり込むには全部これね、高橋さんがもう一番詳しいんだけど、そういうことを聞かとしてやるわけ、ささやき戦法ってあってね、これ政治家はどっかのスピーチの前にちょこっとささやくとかなりの確率で喋るんですよ。これはね、ちょっと政治家ももうちょっときちんと、高橋さんみたいな顔の人が耳元に来てささやいたらね、影響されますよね。ギリシャは言い過ぎなんですけど、まあ、日本の財政について僕は比較的危機的な状態だと思ってる方だと思うんですけど、この中で言ったら嘘になるんですけれども、その中でどちらかというとギリシャよりも注目した方がいいのは僕イタリアの方に、むしろ日本って近いで、政治状況でいうと藤原先生が先ほどからおっしゃられているように、本当の意味での先進国の財政破綻っていうのが起きるとしたら、政権与党が弱い、増税できない、下手したらまあむしろ給付を出す方になる、そうすると財政赤字が拡大する、財政再建しなきゃいけない、増税をして選挙に負けて政局が流動化する、で気づくとどこにも支持政党といいますか、コアになる政党がなくなって、まさに90年代のイタリアになってしまうってなると、本当の意味での財政危機だし、財政危機を超えた政治危機になると思うんですよね。だからそういう意味ではユーロの場合は自国で金融政策できないんですよ。だから日本は自国でできるだけにプラスになって、それできるのにやってない。できるのにやってない。そうなんです。だからもしその金融政策ができればですよ、ギリシャだって通貨をものすごく安くして流出しちゃえばいい。だから離脱してね。安くしてよ。だからね、私これ問題の性質っていうか性格をどのように見るかっていう問題をね、規定づける人あると思うんだけど、やっぱり今もみんなからお話あったように、経済危機から金融危機へ。それ財政危機になったというところを一つ押さえなくちゃならんと、で二つ目にやっぱり
藤原先生もおっしゃったようにこれが投機っていうねいわば国のこの破産することさえも投機の対象になるという異常な事態になっているほどやっぱ投機の影響が大きいと、うんうん、でもう一つ三つ目はユーロって何だったかということになると、うんまあ、通貨試験と、まあ、財政のそういう意味での根本的な試験の問題のあり方の乖離があると、うんうん、ここはやはり問題点を抑えてその3点をきちっとやりながら解決の方法を図るという質問じゃないですかね。マクロヘッジングというかあの、うんまあ、フェッジファンドがやるタイプのマクロ最低行動って、うん、政治が無理やり経済を歪めた時に投機が起きるんですよね、うん、でこの場合ユーロですとどう考えても経済水準が違う、うんまあ、発展途上国と先進国が同じ県になっちゃったような、不思議な経済体制を無理やり裏口入学で作ったっていうのが投機筋にとってチャンス、ね、いや政治的には、ね、それは避けられないんですよEU に加盟したけどお前はユーロに入っちゃいけないよっていうコンディションが整備できる状況が条件があってね裏口はダメですよ裏口はダメ全面的に適用すると結局 EU に加盟した意味がない国がたくさん出てきちゃうんですよね。で結果的にはそれからもう一つねあのギリシャが非常に不安定な体質を抱えた財政だっていうのこれは高橋さんおっしゃった通りなんでアイルランドちょっと違うんですよ。アイルランドの場合に資金流入の結果であの急速に財政赤字が増えてるんでこれは一緒にはできないともギリシャとアイルランドは別だと思います。法人税の安さもでそれこそ法人税をぐっと安くしたのも 12% ぐらいむしろね近いのはアイスランドのケースに近いですね。そうですね、アイスランドに近い。徳川さんです。はい、あれの結果としてあのドイツの企業は久しぶりに公衆益を策で上げましたということであのギリシャ危機を見てますとあの途中からドイツ銀行の人がギリシャ借金が返せないと非常に下品なことを言ってであのドイツ産業界の輸出振興策になってましたと。であの実際にはユーロ圏はあの金の備蓄がかなり大きいのであの金本位制にしますといえばユーロという通貨安定すると思うんですがあの通貨安をやりたい会社もたくさんあると思いますがそうはならない不安定な状態はずっと続くというふうに思います。これから続く、これからもたくさん出てくるでしょうと。三田さん、私はあのユーロがこのままの状況で持つとは全く思っていなくてですね、うん、そもそもあの藤原先生と違って失敗だと思ってますこのシステムは、うん、やはりあの財政政策と金融政策を分離してしまったと、うん、でその際に例えばギリシャとかアイルランドとかポルトガル、スペイン、イタリアって全部経常収支の赤字国なんですよ、うんうん、経常収支赤字ですから国内に貯蓄が余ってるわけじゃないので海外資金に頼らざるを得ないと。政府もですね。で結果政府 の, あの財政赤字というか政府の負債があのその中に外国人からの借り入れが占める割合が非常に高いわけですね。ギリシャは7割だしスペインもそのぐらいですと。しかもそれがあの国債金利が上がってた時に金融政策で対応できないと、まあ、ユーロは発行できないと。これはですね持たないですよ。だから要はその経常収支の赤字国と黒字国があって赤字国は一方的に赤字を増やすと、うん、黒字国は一方的に黒字を増やす、うん、それは黒字国の中がドイツとかオランダですけど、うん、この時点でも歪んでたな。 EU の中で格差が出て格差があるんですよ、うん、だいたい北方と南で分かれるんですよね、うん、北方は経常収支黒字、うん、で南の方が赤字、ちょっとアイルランド特殊なんですけど、うんうんうん、その時点でも無理があったなと。だからただそのねこれどうやって直すかってものすごく難しくて、実はそのギリシャの危機とかアイルランドも含めてそうかもしれませんが、それぞれの国の国債をドイツの銀行やヨーロッパの大きな銀行が持ってますから、日本の、まあ、バブル崩壊後の金融の状況と同じなんで、だからその銀行の問題が裏側にあるっていうことですね。その銀行をギリシャが破綻すれば銀行も大損を国し潰れちゃうかもしれない。不良債権にものすごく苦労したけれど、ヨーロッパの不良債権というのはもっと複雑性が高いですよね。これ変な話なんで、アイルランドって住宅バブルが4割ぐらい下がったんですよ、うん、崩壊して。でその結果アイルランドがこう緊縮財政させられてユーロ返すんだけど外国の銀行に返すんですよ、うんうん、それアイルランド国民が厳しい状況なんでしょう、うんうん、財政の中で働いてユーロ稼いで外国に返すんで、うん、これって成り立つのかなとだから外国じゃないという部分もあるということになってしまったからそうなったわけ。そういう時はだから通貨の話が一番ね、まあ、結構簡単しちゃいけないけど結構やりやすい話なのに、うん、ずっと中にユーロの中にいたらそれは大変ですよ、うん、だからそれ一時ちょっと他とかね、うん、いろいろ考えることはできると思いますよ。所詮人間が作った制度なんだから。小林さんね、まあ、民主党は鳩山さんを中心にして東アジア共同体っていうことを考えたんだけど、なかなかこの今の EU の状況を見るとよくわかるんだけど、こう国家統合っていうのは主権国家が主権を一部でも全部でもいいけど移譲して何かこうリージョナルな統合を目指すっていうのは難しいなというふうに見えるんですけど、いかがですか。もちろん難しいことですけれど、まあ、経済的な側面と政治的な側面とあって戦争を起こさないっていう面もやっぱあるんですよね、うん、
ただね、小林さん、ね、もうそれはよくわかるんだけど、あの今の問題っていうのは基本的に財政と金融を分離したために起こった、はい、そうということは、なぜこの通貨をまず統合して金融を統合したかっていうと、政治統合って難しかった、はい、財政の統合というのは政治統合がなければありえない話ですから、そういう意味ではやっぱり本質的に主権国家システムっていうのを、その、まあ、18世紀19世紀的なのかもしれない、主権国家システムって解除するって難しいというふうにも思えるんですけど、うん、いかがですか。まあ、その問題を克服しようとして EU のまあ今の歩みがあると、うん、で東アジアもね、それを経済的な問題でまず考えていくべきだというふうに思うんですけれど、うん、このまあギリシャの問題を思うのは、リーマンショックは私はこれは世界経済にとって極めて深刻な大きな問題だったと、うん、で菅政権発足してギリシャの問題を言い出したけれど、この問題は実はそんなに大きくはないと私は思うんですよ、うんうんうん、で大きな問題とそうでもない問題と取り違えていると、うんうん、にもかかわらず理念は一定させずにギリシャだと言って消費税を取りに行ったと、ここはやっぱり反政権の問題だと思うんですね。主権国家の問題でいうと、あの先ほど財政は主権国家にとって特別な権利であるから分離、うん、なかなか統合できない、うん、その一方で金融はっていうふうに考えたんですけれども、現在の、まあ、紙幣のシステムって単純に言えば、まあ、紙に1万円って書いたらそれが1万円なわけですよね、あの特定の主体が。でそういう俯瞰紙幣システムですと、実は国家と権力というものから実はマネーがもう切っても切れないものにある、うん、実は主権国家固有のものである、ね、論理的にはその通りなの、でも実際税金を取られていて財政が運営されるのと、中央銀行の政策によって自分の資産が増えたり減ったりする、取得が増えたり減ったりするというのは、少なくとも論理的には正しいんだけど、気分的にやっぱ全然違う、感覚としては普通の人はそうでしょ。だから要するに中央銀行の話は関係ないやってまず思っちゃうわけね、税金の話と違うわけ。でも本当はほとんど同じ話、でもそれをわざと分けちゃったからちょっといろいろ矛盾があって、あれなんです、白川さんがねこの間とうとう自分たちは財政ファイナンスの領域に入っているということもはっきり記者会見でおっしゃったんですけどもね、まあこういう異常事態になって財政と金融っていうのは実はその平時においては切り離して考えることができるけど、本質的にはまあ同じだということがですね、まあ明らかに今なりつつあるんですね、世界の中で。でそういうことが明らかになった中で、金融というところをね、じゃあ本当にその中央銀行業務っていうのを主権と切り離してできるかというと、うん、やっぱりそれが難しかったってことが今回まあ、象徴的に表れていて、うん、まあ、今後どうするかなんですけどね、実はその EU に至る過程で、まあ、割とうまくいってたのは実は通貨統合の前段階の EMS っていう、うん、その各国の通貨をバスケット方式で、はい、まあ、同じその箱に入れてね、まあ、力の差も多少勘案しながら交換レート決めるみたいなのは、まあ、割と15年ぐらいうまくいってたんですよ。だからそのアジアがもしそのアメリカそしてヨーロッパっていうその局に対して一つの、まあ、経済局を作らなければならないとすれば、その通貨バスケットっていうのはもうやってみるその実験的価値はあると思うんですね。ただ、まあ、その元々 EU っていうのはそのアメリカが19世紀の前半に出てきた時にアメリカの政治権力に対抗するために空前の豊富カレルギー博が言い出したことに、まあ、端を発してますから、その単にその同じようなプロセスで、ね、目指せばいいということじゃなくて、もともとの動機とかその目的がはっきりしないと、まあ、簡単にそのアジア圏はできないし、やったとしても今申し上げたような理由でどこまでということを想定しておかないと、まあ、同じ鉄を踏んじゃいます、ね、はい。ヨーロッパ経済に関してはこれくらいにして、次はアメリカ、中国、非常に日本に緊密な関係のある2国の経済状況を見ていきたいと思います。うん。